灯火の星パート4。前回のマップがこちら。今回のマップがこちら。もうどんだけやってんのって感じなんだけど。あのね、この、ま、ちょうど画面真ん中にある3個のところから右から始まってグイって行ったんだけど、自分は天の弱だから、グイって真ん中突っ切って左行って、上下もとりあえず雲全部追っ払って、ちょっととりあえずビーフィットトレーナーがいるんで、ちょっとその対戦からやろう。まあ、有利な状態で。このカスタマイズはね、本当に考えないと絶対クリアできないみたいなステージ結構出てきて、っていうか、現状、クリアできないとことかすごいあって、だから、多分、もうちょっと強くなったら後で行く的な感じだと思うんだけど、普通に相手がね、アイテムとか取るの上手いから、こっちがアイテムを取らない方がいいのではないかみたいな言うことも考えちゃうんだけど、あのこういう来たよ俺の2番目の使い手、前作ビーフィットトレーナー、こういうトレーナーっていうかファイター系は全然解放してません。だからもうずっと村人で普通のスピリッツのところを倒してました。こことかねやばいの、右上見て 13,200 っつって、これ全然自分の最高が今この 5,600 ぐらいで、本当にここ何回もやっても全然クリアできる気配がなかった。どうしよう、とりあえずね進めるところをちょっと取ってなかったんでやるか。あ、なんかね焦点とか試練場とかなんかいろいろ本当にとにかく本当に要素がまだまだたくさんあって、こういうなんか SP ポイント的なので買ったりすることができるんだよね。サポートアイテムはまだわかんない。とかまあ、本当にいろいろあるけど、ちょっと全部説明するのは果てしないんで、今回は普通に進める風のところ。ここなんかもういきなり来ちゃって、行っていい？いきなり。多分、これが、あ、いや、取ってないか。なんか、全然違ったんだよね、雰囲気、ここ。うお！基地。え？まさかのマップがまだいっぱいある、これ。L 押せないからちょっと見れないんだけど。この表面だけじゃなかった。ってことで、まだまだ。先は長そうです。ファイターマークとあと行き止まりマークとあとボタンマークがあるね。ちょっとボタンを押してみる。あとイーヒットトレーナーも使ってみるか。あの土管入ったら結構ワープして他のとこ移動したりして、俺この村人の走りが好きなんだけど、原作より速いし手の振りがとかが激しくて可愛い。あれ、このびっくりマークは通れないだけかな。あー、すぐ近くにあった。じゃあまあちょっと適当にもうパッパとやってみよう。あ、右上に炎の床っていうのがあるから、炎の床対策を、炎の床軽減赤ピクミンとかね、もう多分慣れないと一瞬で把握できないと思うけど、 Y のお任せで結構いっちゃうから、まあ雑に、その下がね炎の床だね。だあれを、あーてかアイテムいらな、炎の床経験はいいけどもう一個がいらないアイテムになっちゃったな。あー、クライはするんだこのアイテム村人が浮遊してるけど、よいしょ。結構お任せだとなんか変なアイテムとかついてきちゃうから、そこら辺はまだしっかり見とかないといけない。やば、ちょっと待って。そう、普通に踏みつけてきたり、結構コンピューターマジで成長してるんだよね、前作と比べて多分。やばやば、え、食らうし、炎の床経験が微妙い。終われ、よし。この木の吹っ飛ばしもう適当にぶっ破してるだけでこのコンピューター戦いけたりするからな。
あのなんか軍団が来る時とかはすごい役に立つ。ただ普通のナチュラルな3対1とかもあって、そういうのはものすごいきつい。不思議まだ4500きつそう。毒の床対策、あ、あいた、毒経験。そうキャラクターもさ、これ知ってる、これ自分ホラーゲー好きだからあれなんだけど、もう本当にマニアックなゲームとかのキャラクターのスピリッツがめっちゃいっぱいあって、うん、なんか古参というかいろいろ幅広く、うわでか、不思議そうだよな、不思議花、あ不思議花の真似か、あ毒軽減でも食らうんだ、あてか下だけだったら別にいらないな毒軽減これ、だほんとあのゲーマーの祭りだよこのゲームは自分そんな数多くゲームしてる方ではないんだけど、それでもやっぱ昔の作品とか来たりするとね、感動するよね。さあまた木で倒したけど、不思議花、不思議花はさすがにわかるよ俺もポケモンね、ブラックホワイトぐらいから自分ついてきてないからあれなんだけど、初代の方はわかる。これでとりあえずスイッチが押せると思うんだけど、こっち一回押すとこ取ったよね前回で。ここ何なんだろう。で赤も多分もうどっかに画面出てたから通れるようになるはず。え、なんか 2,3 箇所あるな。とりあえず上の方、こっちかな。あ、ここ通れない。岩か。あれ？どこだ？あ、スパイキーくんがいる。え、ちょっと待って、通れない、通れない。ほんと迷路みたい。近いんだけどな。ダメだ。ぐるって回らないといけないんだ。ちょ、雲じゃ、追っ払うか。また曲が馴染みがありすぎて、あのねこの前しずえさん倒して出したカットリーヌの武器攻撃強化がめっちゃ強いこの武器あの最初の段階で持って始まるのが多いから、その武器とこのカットリーヌを合わせて最強みたいなことがずっとやってた。移動速度アップかい、全然当たんね。基本武器は投げるんだけど、うらこのリップ相手に花が咲いてダメージじわじわなんか食らうんだけど、 HP 戦の時とか体力戦の時に結構使えたりした。だからカットリーヌプラスこの花のコラボでかなりの大多数のステージやったかな。さあだいぶ霧が晴れたよ。あてかあの黒いのは別世界へっていうことだったのかな。あこっちじゃない、右上にも黒いのいるからちょっとそこ見よう。この右全然進めてない。何これ、あボンバーマンで岩を壊せるとかそういうギミックもあって、なんかあと橋が壊れてるところとかもあってそこ行けないんだよね未だに。クリボーで、うわー懐かしいゼルダの伝説バル、これ風のタクトのなんか火の違う竜の島のなんか雑だけどっていうのがすごい懐かしい。キャラがもうこの懐かしさがねやばい。多分年いってる人ほどこのゲーム大好きだと思うだから最近の今から始める小学生とかはわけわかんないだろうなって思うんだけど、ほらほら、いやリザードンが
あの役割してんのか。ちょっと待って、でかいでかいでかい、飛べ、やば、ちょ怖い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 、やば、嘘でしょ、ちょっと待っていやりがち。あ、てか竜の島 BGM ステージも、あ、ステージは違うよね、なんか WiiU とか書いてるもんね。いやでもなんかこの火口火山のあの感じがすごい竜の島っぽいわ。あ、自分一応ね本当にアイコンがリンクなぐらいなんでゼルデン大好きな方なんだけど、最近のが分かんなくて、初回スマブラスペシャル初回でリンク使ったんだけど、でもその元ネタが分かんなくてビースタのボムは爆弾ボムとか、なんかそのリモコン爆弾だっけ、なんかそんな名前らしい。あー、なんかあれっぽいな、あれそこも地下世界っぽいな。適当にやってこう。定期的に地震が発生、地上にいると転んでしまう。リドリー、こんな緑なの、リドリーってすごいモンスター感が溢れてるけど、ちょまだねあれなんだよね、シジエさんとかリドリーとかそこら辺は自分が使えるようにはなっていない。すげえ転ぶ、空中に飛んでればいいんだ。ビフィットトリガーも使うか、そういえばさっき増やしたし。トレーナーどう変わったかな、編成ファイター、全然増えてないよ。でもファイターはマジでやらないようにしてたから。てか今回ファイターやるつもりだったのに全然ファイターやってねえじゃん。まあいいやほら施設もあって、訓練場で誰かが預けてると、あ、ちょっと先そっち見ていい、なんかびっくりマークついてる。おー、もうレベル99まで行くんだ、超過可能。あ、ハニヤ君も99まで行っただから余裕があったら預けておいて、そしたら勝手にレベル上げてくれるらしいから、なるべくね、これレベル99超過のやつを置いとこう。ね、スピリッツだいぶ増えてると思うけど、見覚えある人は。これとか俺すごい懐かしい、ムジュラの仮面でクリンク、このペットとか元ネタわかんねえ、詳しく情報がない。この画面じゃ見られないのかな、どうしよう。適当にタコジョネスでも育てとこ、意外とすぐ浮きそうだったからっていう。こういう勝手にレベル上げてくれる訓練場とか、あと Wii Fit トレーナーのあの Wii ボー、あの何だっけ、バランス Wii ボードだが道場とかいうのもやってて、誰かをトレーニングできるみたい。ちょっとお試しに超適当にやってみる。なんかあれなんだよね、多分説明 X 詳しく、移動速度ジャンプ力が上がって攻撃力防御力が重さがダウンするとか、なんかプラマイあるのはちょっとよくわかんないんだけど、デメリットがありそうだったから道場は誰も預けてなかった。訓練場はただ単にレベル上げてくれてたってことで、ビーストトレーナー戻ります。いや本当ちょっと要素がありすぎてわけわかんない感じになっちゃってそうで心配なんだけど、いや、どんどんバトルしよう。フェイロン存じ上げないです。お、
ヘディング同じ。太陽礼拝なんかビジュアルが変わってるけど、あ、そう、この体力戦の時にすごいいいんだよ、このリップ。じわじわ食らってるでしょ相手。やば、逆に相手にでも持たれるからね、結構そこら辺は気をつけないといけなくて。そう、相手のアイテムの扱いが本当に上手くなってる。体力戦はあの花を使うと強い。で、またブンブン、やばそうだな。4400、結構強い方。バンギラス頼んだ。このスピリッツはなんかユーザーごとというか起動するハードごととかに全然違うみたいだよね。だから自分の場合は、いや、やば、強い強い強い。あれ、え、ちょっと待って、なんか反応がすんげえ変わってる雰囲気。ヘディングした後のなんか硬直があった気がするんだけど、あれなんつったっけ。あ、そう、スピリッツ、自分の場合防御はなぜかバンギラスで、攻撃はブンブンがほとんどやってる感じになってるけど、え、ちょ、マジでマジで、何この硬直、すごい変わってる。ヘディングした後に、あ、違う、回避した後の回避か、硬直か。そして強いんだけど、このさ、ひるまないシリーズやばい。ゼニガメもわかんないからな。やば、ひるまないのやばい、強いな。なんか考える。スピリッツ、腕攻撃強化、空中攻撃強化、あ、こっちの方が強そう。一応セットパワー有利ではあるんだけどね、普通に超難しい時、このパワーなんか調整ミスってないかみたいな時とかも結構あって、うん、なるべく掴んで上に投げるか。あ、今回普通に調子いい、 0% さっきは何だったの。まあ、なんか流れもあるよね。てかブンブンまた来た、そういうこともあるんだ。え、全然嬉しくない。あ、こういう時に返すをすれば、スピリッツをなんか返せば何らかのポイントかおやつか何かがもらえるのかな。ってことで、ここも地下かな。違う、溶岩状だってやばい、マジ広いわこれ。ってことで、ステージの広さが今回まあ見せられたってことで、まあ次も多分勝手にまた一人で進んで一気に行くと思います。左上のあそこ気になるな。ちょっとボタン頑張って押すわ。次ボタン押せるような状況にしときます。早い。